日はね、ちょっとキッチンの棚をね、作りたいと思います。買い戻して、また戻ってきたいと思います。バイバイ、行ってきます。積み込みます。水到着。あ、反対だった。冷蔵庫ほぼ水。それではね、まずはこれですね。この棚をね、ちょっと作っていきたいと思います。一回まずサンディングしてワックス塗って、あと組み立てるだけっていう状況今日にしていきます。終わった。やっと終わった。あとは組み立てるだけ。でもまだ上の棚も作らなきゃいけないんですね。こっちまたサンディングもしてないけど、これやったら本当やだ。寸法ぴったりやな。さすがホームセンター結構、結構頑丈。今すごい。やべえ、ちょっとやっぱ1ミリちょっと遊びっていうか、
いつも入りづらいから1ミリぐらいちょっと飛びつけようかなと思って、ちょっと余裕を持たせてたら結構目立つ隙間がほんとに分かんないと思うんですけどちょっと一応完成しました。グリカンですかいやー本当にやんなきゃよかったな。直前でちょっとね1ミリパソコン作った方が楽かなと思って、1ミリって結構大きいなー、マジで身に染みて感じました。問題発生ですねやべえ、ここ完全に無視してた。ここ足がさないから入るかと思って寸法を測ってて、そしたらここのね下の天板っていうか、その下の板、床板、後でちょっとやっぱつけようって思って、でそういう設計をしたんだけど、そこの存在マジで忘れてた。最初寸法測った時は頭の中入ってたんだけど、後でちょっと変更してやっぱここ床板つけた方がいいかと思って、でまあこれ外せばいいかって一回思ったんだけど、ここの高さでね床板を入れた高さだったからまたちょっと段差ができちゃうから、それは嫌だなと思ったんで、ここの部分どうやって切るかな。まっすぐ切っちゃうかも。ここ上の棚も作ろうと思ったけど多分無理。というのも今からちょっとね切る道具買ってきます。ないからうちにリングストーン ECM ブランドなんでね、安かった7000円ぐらい、マジ助かった。で、クリネジム買ってきたっす。短いやつ。どっちしてもね、足りんかった。よし、やっていこう。使ってきます。部屋の乱れは心の乱れ。ということで、ちょっと一回ね、綺麗にしてから再スタートします。ちょっと一回ちゃんと寸法測りたいから、全部どかしますね。解体します、一回。大丈夫だと思う。550つ、こんな、人生2回目ぐらいしか使ったことないジグソー。それ買ってくれよかった。よし、切り口が研磨しまして、いっぱい研磨して、まあなんとか見れるぐらいにはなったっすね。反対側もやってないんで、ちょっと反対側もやろう。研磨見る研磨してワックスもつけたんで、いよいよ設置します。やばいです。いけた、よっしゃ。切りすぎましたかねちょっとでかすぎたか。まあいいか。よっしゃ。マジここジャストサイズにして
いや無理あるなこれは。もう別にいいか。これはこのまんまこういう感じで。棚を置くんで、あ、いいのか、いい、こんな感じで棚置きます。この結合させることでちょっと固定しようかなと思ってるんですけどね。今日いけるかなと思ったけど無理でしたね。いけなかった。ってことでまた後日多分作ると思うんで飛びます。時飛ばしします。いきます。下はね、米とオートミールか、オートミールとか入ってて、まあ、こっちがね、三角粉のやつとか入ってて、まあ、皿とかですね。はい、ストレスなく置ける感じにしました。で、まあ、ここは本当に食器洗い専用にしました。で、ここね、ちょっとまな板置きっていうのが欲しくて、やっぱ壁にこう当たって寄りかかるってちょっとだらしないかなと思ったんで、ここでストッパー、ここですね、ストッパーつけて、でこっちも行かないようにしました。であとキッチンペーパーですね。これは昔前とカードレスって感じで調味料類置いてあって、まあ、コップ置いてあって極力使うやつだけ置いてます。はい、でこれ余った端材でね棚みたいな感じにしようかなと思って、はい、ちょっとバランス悪かったかな。まあ慣れていくか、うん、まあ、ないよりマシだ。ちょっと重ねてね、あの綺麗につけようかなと思ったんですけど、ちょっとなんかやっぱ空間がないとストレス感じちゃうかなと思って余裕を持ってやったって感じです。いやいいでしょ。はい、でここ一応布巾かけるところも作りました。まあ、カメラも設置できるようにしてる感じですね。